皆さんこんばんは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。よろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、皆様最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。6月16日の日曜日を迎えました。皆様いかがお過ごしでしょうか。はい、今日は父の日ですね。父の日、ちょうどこのオンエアは5時半からですけれども、あれですかね、お夕飯なんか、ディナーをお父さん囲んで、外に食べに行くよとか、あとは、もう贈り物したよとか、まあそんな、日曜日父の日を迎えていらっしゃるんですかね。私もですね、毎年ではないんですけど、まあ、父の日にはですね、まあ、うちの父はあの甘いものがもう大好物で、もう本当に大好きなんですよね。うん、で甘いものもいろいろあるじゃないですか。どちらかというとこう和菓子系の、あんこが入ったものが大好き。もういくらでも食べ続けられちゃうぐらい大好きなわけです。まあ、その父のですね、まあ、好きなものをせっかくなんであげたいなと思って、去年まではですね、その和菓子、あの地元にですね、海運堂っていうですね、お菓子屋さん、和菓子屋さんが創業140年ぐらいのですね、長い長い歴史を持った和菓子屋さんが、ございまして、そこの、まあ、もなかとかがですね、まあ、父は好きなので、それをこう箱に詰めて、送っておりました。うん、ここ3年ぐらいはですね、それがまあ定番になっていたんですけれども、まあ、残念ながらですね、まあ、今年の、6月、あ、今月の頭ですね、ちょっと閉店をしてしまいましてですね、もう大変、まあ、市民に慕われた、お店だったんですが、ちょっと残念ながら、まあ、閉店ということになってしまってですね、まあ、父の日までなんとかね、営業してほしいななんて内心思ってたんですが、今年も父の日にそれを、まあ、あげたかったんですけどね。だからちょっと父の日の16日ではないんだけど、まあ、ちょっと繰り上げて、そのお店が閉店する前に、ちょっとモナカをですね、買って、まあ、父の日にプレゼント代わりに先に送ろっかななんても思ったんですよ。うん、ただやっぱりそこはやっぱ市民にですね、だいぶ親しまれたお店でしたから、みんな考えてること一緒というかですね、やっぱ最後にその名店の味を楽しみたいという方が、まあ、たくさんいらっしゃって、まあ、その閉店のですね、まあ、発表をしてから、まあ、連日もう長蛇の列ができてしまってですね、なかなかその買えないと、まあそういう、まあ仕方ないですけどね、みんなやっぱ同じ思いですから、なかなか買えないということになってしまい、まあそういうのをですね、まあ SNS なんかでちょっと見てましたから、私も見てましたので、これはちょっと父の日繰り上げもちょっと難しいかもなと、ちょっと本当に並んでもなかなか買えるか買えないかっていうことっぽかったので、まあその買い運動もですね、モナカは今年は諦めて、ちょっと違うものをですね、渡したいなと思っております。すいません、今収録段階ではまだ、決まっておりませんけども、きっと、このオンエア中には何かしら渡っているであろうという父の日ですね。なんかあのネットニュースでも見たんですけど、あの母の日と父の日、まあ、あるじゃないですか、5月のね、母の日と。でその力の入れ具合、その周りの人たちの力の入れ具合がどうも母の日に偏っていると。なんか父の日はちょっと手抜きになりがちになっている、そんなネットニュースも見ましてですね、まあ、あながち間違いじゃないような気がしないでもないんですけど、ね、
まあなんか母は強しなのかな、偉大なのかな、わかんない。まあ父も偉大ですけどね。まあ皆様は、どんな父の日を迎えなさっておりますでしょうか。はい、この番組はですね、メッセージもお受けしております。メールアドレス言いますね、797@fmkino1.com、797@fmkino1.com です。すべて小文字となっております。はい、それでは、今日も始めてまいります。よろしくお願いします。この番組は青森県弘前市で創業46年弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのは、つながるラジオです。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。さて、6月中旬のつながるラジオでございますが、今日はですね、まあ、青森県の名産品といえばこれという、まあ、リンゴ、リンゴの話をしていきたいと思っております。私は青森県のですね、そのリンゴのちょうど一番生産が多い津軽地方に住んでおりまして、もともとはリンゴの農家の出身ではないので、そのリンゴはの木は周りにたくさんあるんですけども、まあ、リンゴの木を眺めているだけ、農業のことは全く分かりませんというような、そういう人間です。で、まあ、青森にですね、私は U ターンを、まあ、約3年ぐらい前ですかね、まあ、東京の方から U ターンをしてきて、20数年ぶりに、この青森県にまた住み始めましたという、まあ、経歴を持っているんですけど、まあ、その時にですね、まあ、友人とか、まあ、知人とか、結構聞かれたことがあってですね、それがやっぱこうリンゴのことなんですよ。まあ、何ですかね、大阪にいるとお好み焼きがみんな好きだよねとか、たこ焼き好きだよねっていうようなイメージが、まあ、私も持っているのと同じようにですね、多分青森県に、の関連キーワードとしてはこうやっぱりリンゴとかですね、あのリンゴがやっぱ好きでしょとか、よく食べるんでしょっていうようなことをよく友人知人から言われておりました。で、あと言われてたのは、リンゴってどうやって作るのとか、リンゴってどんな品種があるのとか、どんな種類があるのとか、まあ、そのリンゴにまつわることを結構聞かれてですね、そういや自分はリンゴのこと何も知らないなということで、去年の9月からですね、ちょっとリンゴの農家さんにお手伝いに行くということをしておりまして、去年の9月からなので、ちょうど1回収穫は体験しました。ただ、リンゴのその農業っていうのはですね、もう、1月2月から実は始まっているんですね。やることとしてはもう始まってます。なので9月から、まあ、参加っていうことなんで、その前の約半年間は何もしてなかったってことになるので、私は何もわからないってことになっているので、今年、2024年はですね、4月からもう参加して、まあ、それでも1月、2月、3月、何もしてないんですけど、まあ、4月からですね、ちょっとまあだいぶ先の方から参加させていただいておりますと。そんな、リンゴの農業、リンゴについて、のお話をですね、まあ、せっかくなのでシェアしていきたいなというふうに思ってるんですが、この今のですね、6月の時期は何をやっているかっていうとですね、ミスグリという作業をやっております。ミスグリ。漢字で、あの、実りの実ですね。あの、リンゴの実の実ですね。の、すぐりってのは、こう、選ぶみたいな意味ですよね。なんで、実を選ぶっていうのをミスグリと呼んでるわけなんですね。これ、まあ、どういう作業かというと、まあ、4月じゃないね、5月だな。5月にリンゴの花が、
たくさん咲くんですよね。うん、リンゴの木にも花が咲きます。で、その咲いた花が、おしべとめしべで、受粉をするとリンゴの実になってくるっていうことなんですが、ま、あの花の数がですね、皆様のご想像、よりもですねだいぶ多いと思っていただいていいんじゃないかなというふうに思います。あの桜の木がありますよね。桜の木ぐらい花咲くんですよいや本当に結構咲くんですよね。でなのでそれが全部受粉仮にするとですねめちゃくちゃ実がつきすぎてしまうと、で、まあ、実がつきすぎてしまうのはなんか悪いことじゃないんじゃないのって思っちゃうんですけど、まあ、やっぱり実はですねいろんな理由があって、あまりいいことではないというか、まあ、生産する、販売するということを考えていくとあまりいいことではないですよね。まあ、何が一番ネックになるかというとやっぱ味と、まあ、大きさですよね。やっぱ実がたくさんつきすぎてしまうとリンゴの木にやっぱりすごく負担がかかってしまって、実が大きくならない。で隣と隣の実が近いので、実が大きくなりづらいと、で同時に、栄養もですね、だいぶ吸い上げていかないといけないので一個一個のリンゴの味がですねやっぱりちょっとそれなりになってしまうと、いうことなんですよね。なので、受粉した実を、間引いていく。なので、ちょっとずつですね、こうリンゴの枝に、ここに1個ついたら、この枝は折れないなとか、でここに1個つけたらこの対角線上の枝の反対側に1個つけるようにしようねみたいな、結構ですね、なんですかね、リンゴが大きくなった時を想像してこの収穫をする時のこうリンゴの大きさ、まあだいたい握り拳1個分よりもちょっと大きいぐらいって教わったんですけど、農家さんから。なんでその作業をしながらこの2分の2自分の握り拳が、花と花、まあ実と実ですよね、実と実の間でぶつからないかなみたいなこうちょっとこう感覚をつかみながらですね、実ぐり、まあ実をより分けていくというようなことをこの6月にやっています。で、本当にですね、実もたくさんつくんです。やっぱ花が多いだけに、受粉もやっぱかなりされてですね、結構な数やっぱつくんですよね。まあ、木にも よるんですけど、品種にもよるんでしょうけど、まあ、本当に何かな、一つの枝で、実がそうだな、今こうちっとちっちゃいですよ、本当にちっちゃい、まあ、ビー玉ぐらいの大きさって言ったらですかね、それぐらいのこうちっちゃいリンゴの、あ、リンゴの小さな実が今ついてるんですけど、それがね一つの枝で10個20個ぐらいはついてる感じ一本の枝ですよ。多いとですね、多いと20個ぐらいついてる。なのでそれを、2個ぐらいまで間引くだからもう18個ぐらい捨てるっていうイメージですよね。見すぐっちゃうっていう、そんなことをしているんですよね。なんかすごくですね、やって私も作業させてもらってて思うのは、まずねこの収穫期を想像してリンゴのこの枝にリンゴをつけて残していくっていう作業なので、結構イマジネーションというか想像力が必要ですね。何も考えずに、ミスグリをしてしまうと、実が大きくなった時にちょっとぶつかっちゃうとか、あと木の枝にねぶつかって傷物になっちゃうとか、やっぱそういうこともあってですね、まあ、確かに去年の、9月10月11月のこの収穫期でちょっとこうついてる場所が悪くて、実がついてる場所が悪くて大きくなるにつれて、木にぶつかってしまって、リンゴの実に傷がついてしまうっていうリンゴも結構見たんですよ。あ、だからこれをこの見すぐりをちゃんとしとかないとそういうことになっちゃうんだなっていうのはなんとなく自分の中で分かってはいるんですけど、いざですよ、一つの枝に20個ぐらい実がついてるものをどの2個残しますかって言われると結構やっぱ迷うんですよね
で、いろいろやり方がやっぱあって、真ん中にね、一応茎の真ん中についているものを残して、とか、あとは茎の真ん中に実がついてなかったら、その周りについてるなるべく大きいのを残してとか、いろいろ農家さんからアドバイスをですね、こういう場合はこう、こういう場合はこうっていうアドバイスはもらって、あと私も分かっているつもりなんですけど、それでも20個の実を目の前にして、それを2個まで減らしなさいって言われると、やっぱ迷いますよ。すごい難しい。だからですね、そういうちょっとこう想像力がまず必要だなというふうに思ったことと、あとはこれだけやっぱ大変なことやってんだなっていう。でこのミスグリの作業っていうのは、8月ぐらいまでに終わらせられたらまあいいよって。うちの農家さんはですね、すごく優しく長い目で見てくださる方で、初めてだからそんなに急いでミスグリやんなくてもいいし、ミスグリって結局ほら落とす、捨てていく作業なので、間違って、場所をねこう捨ててしまう、ミスグリしてしまっちゃうと、それを復活させることできないじゃないですか。植物ですから、一度切り落としてしまうともうそれを復活させることができないわけですよね。なので、農家さんとしても慌ててやって、本当に切ってほしくないものを実を切ってほしい、切ってほしくない実を切られちゃうとそれは悲しいから、ゆっくりやってて大丈夫だよって言ってくださるんですけど、でもリンゴの木がね、その10本20本ぐらいしかないんだったらいいんですけど、やっぱうちの農家さんやっぱり何百本ってやっぱ持ってらっしゃるから、それをねやっぱ考えると、8月までに終わればいいと言っても、毎日やっぱ3本ずつぐらいは、もうその1日にね早い人で大体3本なんですって、そのミスグリ作業って。だからその1日3本しか消化できないのに、畑には何百本ってあって、でやってるね、私たちのこのスタッフの数というか、その作業している人の数っていうのは大体2人から3人ぐらいがメインなんで、そうするとものすごい時間かかりますよね、単純に。でそうしているうちに収穫期になってしまうと、で収穫期になる前にやっぱやる作業っていうのもねたくさんあるし、なるべくやっぱ7月ぐらいまで片付けたいよねっていうことらしいんですよ。だからそれをね、一本一本の木でやっていくっていう、はしごをかけて、で、上の方にもね実がついたりしますから、その実も、ミスグリをしてっていうことをやっております。これはね本当に何ですかね、一個のリンゴができるまでにまずこんだけ手をかけているのかと、この段階でまだ最初の方ですからね、花が散ったばっかりって感じなんで、でその後、葉っぱ取ったりとか、色づきをちゃんとさせるためにその葉っぱを取ったりもするんですけど、葉っぱ取って、つる回しって言ってこう日光にね赤当たってないところは赤くならないので、ちょっとリンゴの向きをねお日様の向きにここに変えてあげたり、下にこうアルミホイルみたいな、ね、シートをバーって敷いて、下からの照り返しもして、ちゃんとリンゴのお尻の方っていうかね、下側にもきちんと赤みがつくように、そういうシートを敷いたりですね、とにかくもうやることめちゃくちゃいっぱいありまして、だからこのミスグリしたら全部 OK なんてことじゃないんですよ。で早くやらないと実がどんどん本当に日に日に大きくなっていくんですよね。でその分早く落としてあげないとリンゴの木の負担が大きいと。そうするとやっぱ味にも影響するし、大きさにも影響するし、味に影響する、大きさに影響するということはやっぱ値段もさにも影響すると、ね、いうことですよね。美味しくないリンゴはやっぱなかなか高く売れませんから、っていうことでやっぱいろんなことを考えちゃうと、ゆっくりやっていいよっていう農家さんの天使の声もすごくありがたいんだけど、この先々のスケジュールを考えると、ああこれはちょっと急いで自分もね、想像力豊かにできるようにならないとっていう、そういう焦りも生まれてくるというような、そんなミスグリ作業をやってます。ねえ、なんかなかなか
っぱそういうことをやってるんだっていうのをね、もう私も知らなかった。まあ言葉では知ってましたけど、実際にやっぱ聞くのとやるのとは全然違いますね。本当に違い。だからね、農家さんってすごいなぁと、なんか作物、農作物を作れる人たちっていうのは本当にすごいなと思います。僕なんか一個も何も作れないから、こう自然相手にねやっていくっていうことの、素晴らしさと凄さと、まあ、たくましさというか、なんかずっと向き合っていかなきゃいけないじゃないですか。なんか言うこと聞いてくれないですからね。なんかそれすごいなって本当尊敬します。まあ、このね6月の段階でもそんな状態なんで、まだね、まだ4ヶ月ぐらい収穫まであるんでね、ちょっと頑張ってやっていこうと思ってるんですけど、まあその今そのリンゴの作業としてはね、そんなことをやっていて、毎日その木に、水繰り作業をやっているっていう中で、あとは以前ねこちらのラジオでもお話ししたんですけど、まあ、リンゴの実だけじゃなくてリンゴのジュースもですね、まあ、うちの農家さんは、実は手掛けておりまして、リンゴの農家さんが、自分たちで作った、オリジナルのジュース、自分たちの畑で採れたリンゴを 100% 混じりっけなしで、絞った本当にフレッシュなジュースをですね販売しております。で、それも、まあ、ネットで販売とか、まあ、そういうことをやってなくて、まあ、知ってる方に、お裾分けという形で、まあ、販売している形を取られていたんですけど、まあ、私もですね、農家さんのご好意で、ちょっと松山さん飲んでみてっていうので、ジュースをいただいてですね、飲んだんですよ。で、なんか、リンゴジュース、青森県の人って、青森県の人って全員って言っちゃダメですね。私、青森県人なのに、私はですよ、あんまりリンゴ食べたり、リンゴジュース飲んだりってあんま実はしてなかったんですよ。そこまでこう、なんだろうな、嫌いじゃないけど、そんな毎日食べる人でもないというか、たまに食べられたらいいかなっていうぐらいの感覚の人だったんで、リンゴジュースも買って飲んだことってあんまり実はなくて、まあ、今回のそのいただき物としてね、農家さんがお裾分けいただいたんで、あ、じゃあぜひ飲ませてくださいって飲んだんですよ。でね、これ飲んだらね、これめちゃくちゃ美味しくて、ね、やっぱ青森県のリンゴジュースね、やっぱうまいですよ。僕も全国転勤でいろんなところに、この青森の地にまた戻ってくるまで、Uターンするまでに、結構全国各地ね、北海道から南は広島まで、いろんなところ住ませてもらったんですけど、まあそこでも、まあリンゴジュースっていうかね、まあ、市販品のものはたまに口にしたりするわけじゃないですか。やっぱね、それも、もちろん美味しいんだけど、それと比べてもね、やっぱ段違いで美味しいと思う。やっぱこの農家さんが作ったリンゴをそのままフレッシュに絞ってるっていうことがね、やっぱり違うんだと思うんですよ。で、農家さんにやっぱすごく美味しかったと、めちゃくちゃうまかったっすって話をしたら、やっぱ農家さんもね、すごくこだわり抜いていて、研究すごく重ねてらっしゃって、まあ、いろんなリンゴの品種で、リンゴジュースを作ったと。で、あと、その品種だけじゃなくて、入れ物、まあ、ジュースの入れ物ですよね。入れ物もどういう素材のものがいいのか。例えばペットボトルとか缶とか紙パックとか、なんかいろいろあるじゃないですか。で、いろいろその農家さんも試した結果、一番美味しく提供できるのは瓶だと。なんで、瓶に入ってるんですよ。瓶のジュースなんですよね。その瓶のジュースは本当にやっぱ美味しくて、確かにうまいと思う。なんで、ちょっと科学的にはわかんないです。全然わかんないですけど、でも、やっぱうまいと思う。自分でも。瓶が。で、そのリンゴジュースを、まあ、せっかくだったら、なんですかね、まあ、僕もいろんな全国住まわしてもらったし、今もね、そういうお付き合いある方々もいらっしゃるから、まあ、青森のリンゴをね、食べてみたいとか、リンゴジュース飲んでみたいっていう人がいるかもしれないんで、ちょっと SNS とか、で、ちょっと、
発信してみようかなと思って農家さんにもねちょっとお断り入れて、発信してみたらですね、何人かの方がちょっと飲んでみたいですってすごくありがたいことにおっしゃっていただいて、で、ちょっとこう農家さんからですね、おろしてもらって、その欲しいですっておっしゃってくださった方には、まあ、販売させてもらったんですよ、でその感想も届き始めていてですね、まあ、とにかく、同じ感想ですよね、めちゃくちゃうまかったといいようなことをですね、言ってくれて、まあ、僕もすごく嬉しいなっていうふうな気持ちになりましたね、まあ、ネットではねそういうふうに販売してないんですけど、もし、まあ、ラジオ聞いてたりとか、あと YouTube ご覧いただいて、あ、なんかちょっと興味あるなっていう方は、私の QR コード、YouTube であると QR コード載ってますんでですね、そちら読み込んでいただくといろんな SNS ありますから、そちら通じて、まあ、DM でもですね、メッセージ何かしらで送っていただければ、コンタクトとですね、販売することもできますのでですね、ぜひぜひお声掛けいただけたらなというふうに思います。ということで、あっという間にお時間にエンディングの時間です。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。まあ、こういった形でですね、日頃の私に巻き起こったこととか今取り組んでいることとか、あとたまにゲストさんをですねお迎えして、ちょっとね、なんか5月バタバタしてしまったんで、ゲストさんちょっとお呼びできてないんですけど、呼びたいなって思ってる方、出たいとおっしゃっていただいてる方何かいらっしゃってですね、順次、ゆっくりでもお呼びしていきたいなというふうに考えておりますのでですね、またぜひお聞きいただければ嬉しいと思います。はい、それでは良い父の日をお迎えくださいませということで、また来週です。ありがとうございました。